ベニテングタケ、ベニテングタケ、ベニテングタケ、クレナイテングタケ、学名、アマニタムスソケリアは、ハラタケメテングタケカテングタケ属のキノコ。その鮮やかな色とは裏腹に、猛毒ではない男子菌類である。特に寒冷地にて育成する。ヨーロッパ、ロシア、アジア、北、アメリカなどの各地で広く見られる。英語では、フライアガリック、ハエキノコと呼ばれる。 岩手におけるアシタカベニタケ。寒冷のヨーロッパでは、身近なキノコであり、幸福を呼ぶキノコとして人気である。真紅色の傘には、壺が崩れてできた白色のイボがある。完全に成長したベニテングタケの傘は、大抵直径8から20センチメートルであるが、さらに巨大なものも発見されている。激しい雨で、イボが取れると、卵タケに見えるので注意。柄は、 白色で高さ5から20センチメートル、ささくれがあり、唾がついている。根元は球根状に膨らんでいる。ベニテングタケは、主に高原の白樺や松林に生育し、新葉樹と紅葉樹の双方に、外金根を形成する、金根菌である。主に北半球の温暖地域から寒冷地域で見られる。比較的暖かい気候の種産や、 地中海、中央アメリカにも生息する。近年の研究では、シベリア、ベイリング地域を起源とし、そこからアジア、ヨーロッパ、北、アメリカへ広がったと考えられている。オーストラリアや南アフリカなどの南半球へも広く繁殖し、世界各地で見ることのできるキノコとなった。日本では、夏から秋にかけて、白樺、岳干渉、コメツが、 頭皮などに発生し、分布の中心は、北国や標高の高い地域であり、南日本ではほとんど見かけない。なお、人工的な栽培はできないとされる。本種の毒成分であるイボテン酸は、強いうまみ成分でもあり、少量摂取では重篤な中毒症状に至らない。ことから、長野県の一部地域では、塩漬けにして接触されている場合がある。長野、小諸地方では、 乾燥して蓄え、煮物や、うどんの出汁としても利用した。煮こぼし塩漬けで2、3ヶ月保存すれば毒が緩和されるので食べ物の少ない冬に備えた。傘より、殻の方が毒が少なく、よく煮こぼして、水にさらして、大根おろしを添えれば、味も歯切れも良い。本種を乾燥させると、イボテン酸がより安定した成分である蒸しシ,シモルに変化する。また、 微量ながら、毒ツルタケのような猛毒天狗タケ類の主な毒成分であるアマトキシン類も含むため、長期間食べ続けると肝臓などが侵されるという。毒性はさほど強くない、しかし禁煙種には猛毒キノコがある。ベニ天狗タケの主な毒成分はイボテン酸、ムッシュモール、ムスカリンなど、食べてから20から30分で動向は開いて眩しくなり、 弱い酒酔い状態となるが、それ以上の抗精神作用、例えば虹を見るような幻覚を起こしたといった例はない。食べすぎると腹痛、お吐、と、下痢を起こす。どちらかというと、旨味成分でもある、イボテン酸の味に見せられ、他のキノコはいらないといったキノコ取りも増えている。少しかじる程度であれば、のぼせて腹痛がするくらいの症状であり、焼いただけのベニテングタケ400グラム程度であれば、 動向が拡大し、眩しくて自転車も運転できないようになり、嘔吐や下痢の症状が発生する。より重い中毒であれば、混乱、幻覚といった、洗毛症状や昏睡が起きる。症状は2日以上続く場合もあるが、大抵は12から24時間程度で収まる。ベニテングだけの中毒症状による死亡例は、非常に稀で、北米では2件報告されているのみである。 ヨーロッパでのベニテングの致死量は生の状態で 5kg と推定されているが、この量は食べられる量ではない。とはいえ、8月に収穫したものは効力が強く、9月に収穫したものは吐き気のような体への影響が強いなどとも記され、環境や個体差の影響も大きい。本種はマジックマッシュルームとは異なり、遊びや気晴らしに摂取されることは少ない。 現在のところ、国際連合の条約で未規制のため、ほとんどの国で、その所持や使用は規制されていない。規制されていないことから興味を持つ者も,も多く、その体験談は様々に寄せられている。30分か1時間すると、独特の吐き気やムカつきと眠気を感じ、もう少し経った後に明定感が来るとされる。口日する、キノコの研究者のワッソンは、1965年、 66年と、ベニティングだけを日本で試したが、その毒性の効果に失望したと記している。吐き気を感じ、そのうち何人かは吐き、眠くなり、眠り、そして一度だけ、うまくいった時には、今関むつが高揚し、アルコールによるタベントもまた異なった感じで、喋り続けた、とある。テレンス・マッケナによれば、コロラド州で採取した生のベニティングだけでは、よだれがたれ。 はらいかになっただけであり、カルフォルニア州北部で採取した乾燥ベニティングタケコグラムを摂取したが、吐き気を感じ、よだれが垂れ、目がかすみ、目を閉じると見えるものがあったが、大して面白いものでもなかったとある。殺害作用を持つことから、用の東西を問わず、ハエ取りに用いられてきたフランスではハエ殺しと呼ばれ、キノコヘンを用いたし、日本でも東北や長野で赤取鳥とも呼ばれ、 新州では、米とこねて、板に貼り付けてハエを捕獲した。江戸時代の1830年から1844年に、かけて96巻が刊行された、本蔵図譜の58巻には、甲竹と記されたベニテングダ竹の絵が描かれ、食べると王とすると書かれている。本州には、複数の生理活性物質がある。 1869年に発見されたムスカリンが中毒症状を起こす原因であると長い間信じられていたが他の毒キノコと比較するとベニテングタケに含まれるムスカリンはごくわずかである。主要な中毒物質はムッシモールとイボテン酸である。20世紀半ば日本、イギリス、スイスで同時に発見されたこの2種の物質が中毒症状を起こす成分だと判明した。 ムッシモールは、抑制系神経伝達物質ギャバのアゴニスト活性が、イボテン酸は、神経の働きを司る無駄カタグルタミン酸、受容体のアゴニスト活性がある。本種を接触した際の中毒症状として、幻覚作用を起こすことが知られている。東シベリアのカムチャッカでは名定薬として、使用されてきた歴史があったり、西シベリアではシャーマンが、 変性意識状態になるための手段として使われてきたように、ベニテングタケはシベリアの文化や宗教において重要な役割を果たしてきた。また、趣味で菌類の研究をしていたアメリカの銀行家ゴードン・ワッソンは古代インドの聖典、リグ・ベーダに登場する聖なる飲料、ソーマの正体がベニテングタケではないかという説を発表した。著書、聖なるキノコ、ソーマである。 この説には人類学者が反論を唱えたが、1968年にワッソンの著書が出版された当時は広く信じられた。ワッソン自身もベニテングタケの効果に失望していたが、なぜか最後の著書、ペルセポネの探求、ヤクではベニテングタケを褒めた,たいている。13世紀のキリスト教では宗教的シンボルとなっており、フランスのプランクロール大修道院の礼拝堂には、 血のキになっているベニテングタケが描かれている。ヨーロッパでは幸福を呼ぶキノコとして人気がある。装飾品や玩具のモチーフによく使われている。白い水玉の赤キノコの配色は絵本やアニメ映画、ビデオゲームなどにしばしば登場することで馴染みのあるものとなっている。特に有名なものにテレビゲームソフトスーパーマリオブラザーズにおけるパワーアップキノコのデザインや 1940年のディズニー映画ファンタジアがある。ルネッサンス期から絵画の中でもしばしば描かれている。また幸運のシンボルとして1900年頃からクリスマスカードのイラストにしばしば採用された。オリバー・ゴールド・スミスの世界市民には幻覚剤としての使用に研究した箇所がある。ペニテングだけを食べた際。 物体の大きさに対する知覚が変化したという記録を残したモルデカイユービットクックの書物は1865年の不思議の国のアリスのモデルになったと考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。